とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロラジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今回27回だけども、ボスがめんどくさいので30分ぐらいかかっちゃいます。では、1回から行きましょう。1回は最初にここに来ないと、やられることがあると思います。まずは、ここに出てくる、エンチャンター。あいつをなんとか処理しちゃいましょう。で、こっち側にもエンチャンターが、2体かな、います。まあ、別に大丈夫とは思うんだけども、倒していきましょう。で、あと上の方に数体いるだけですね。うん。最初の、一気に湧くやつ、あれさえ倒せれば何個でもなると思います。一回クリア、一回は何もいりません。で、ここも特に問題はないと思います。うん、ジオマンサーが、出るんだけども、ジオマンサーに、まあ、あまり囲まれないように、石にね、これをうまく避けていければ、倒せるんじゃないかな。まあ、極力、最初に、ジオマンサーとエンチャンターを倒すようにしましょう。うん、まあ、特にエンチャンターだね。あいつが残ってると、結構嫌な感じになりますので、極力、早めに倒していきましょう。極力じゃないね。絶対だね。うん、あいつを倒さないと、めんどくさくなるんで、注意してください。ここ、アップドラフトの章です。これが結構いいダメージをね、出してくれます。うん、最初に出てくる、テンペストゴーレム。あいつにもね、ダメージ、結構与えれるので、ぜひ、使っていきましょう。うん、結構囲まれることが今回、あると思うんで、そういう時にね、重宝します。再使用時間もそんなに長くないやつなので、使い勝手がいいですよね。まあ、もう少し、たくさんの敵をターゲットできれば、もっと最高だったんだけど、まあ、そこは仕方ないですね。3回、クリアです。報酬何もいりません。ここは特に問題ないと思います。強い敵もいないし。でも、敵がね、結構湧くのがね、めんどくさいんだよね。うん、今回のシーズンは、そんなに難しくないけども、めんどくさいです。めんどくさい。敵が。うん。どう楽に倒すかっていうのを考えていきたいところですね。でも、なかなか、難しいかな。時間はどうしても、かかっちゃいますね。できれば25分ぐらいで行きたいところだけども。まあ、25分は、無理かな。マルチプレイだったら、もしかしたらいけるかもしれない。でも、ソロじゃちょっと厳しいですね。ここ、ドラを取っていきましょう。で、ここはね、こいつらがちょっとめんどくさいよね。でも、できるだけダメージ、まあ、食らうんだけどね、どうしても。どうしても食らっちゃうんだけども、まあ、極力、食らわないように、心がけていきましょう。失敗した。まあ、いいか。よし。凍結を食らうとね、どうしても時間かかっちゃって、極力、避けるようにしましょうね。5回クリア。ここ、ウィザーのアーマーですね。ウィザーアーマーを今回ずっと着ていきます。ウィザーアーマーがね、とにかく耐久力が優秀なので、これさえ着とけば大丈夫です。クールダウンもついてるんでね。すごくいいよね。クールダウンがついてるっていうのが、ものすごく嬉しい。しゃ。で、敵の、HP が結構高いです、ここ。うん。HP 結構高い。でも、攻撃力はそう大したことないんで、まあ、やられることはないでしょう。うん。やられはしない。ウィザーアーマーはそれぐらい耐久力が優れてるので、大丈夫だと思います。ここは何もいりません。
で、商人ですね。商人で、ウィザーアーマーを上げていきます。はい。まあ、トゲ入れたい人は入れてもいいんじゃないですか。うん。まあ、あってもなくても、あれはね、いいやつなので、入れたい人は入れる。そんな感じですね。で、ここも特に問題はないかな。うん。初期の剣なんで、倒すのはちょっと時間がかかっちゃうんだけども、まあ、アップドラフトの章を使っていけば、それなりに早くは倒していけると思います。とにかくアップドラフトの章だね。これがものすごく役に立つ。よし。終わり。8回クリアです。次行きましょう。ここは何もいりません。で、ここも8回と同じく、なかなか倒しづらいです。なので、アップドラフトの章をしっかりとね、使っていきましょうね。うん、アップドラフトの章があれば、そこそこ早くは倒していけると思うんで。で、近接攻撃とか弓とかでもいいんで、HP が減ったら、攻撃していきましょう。あ、ちょっと待って。固まった。あ、危ねえ。よし。ナイス。基本的に招待されても入りませんので、よろしくお願いします。こっちからね、パーティーに入ることはあるんですけども、招待されてからは、入りませんので、ご了承ください。よし。あと上に数体いておしまいですね。終わりかな。はい、9回クリア。ここ、武器取っていきます。グレートハンマーですね。珍しくハンマーを取ります。これが、結構倒しやすかったんで、いいと思います。追い打ち1、火属性2の鋭利2ですね。122です。火属性と鋭利が、いい感じに働いて、敵をね、ワンパンで倒していけるんですよ。あー、火属性がうまいこといかなかった。よし。でもこれ範囲攻撃で結構いい感じに敵を倒していけるんでいいっすよ、ハンマーは。はい、ナイス。攻撃範囲が思った以上に広いんでね、この上のやつとかも倒せるんで、待って待って待って、いいんだよねこれ。でアップドラフトの章とかも使いつつ倒していきます。うん、ハンマーはね、まあ火力はそんな高くないんだけども、攻撃範囲とかが優秀なので、いいよね。俺、発売から、うん、1、2ヶ月はこれハンマーよく使ってたもんね。昔はよく使ってた。10回クリア。何もいりません。で、ボスですね。ボス。まあ一応、倒すまでやります。よし。まあ、とにかく最初のこのゴーレムたちが出てきたら、ここで戦うのがいいと思います。うまいこと2体に、ドラを当てやすいですし、この下にぐるぐるって出てくるトラップ、あれを受けなくなりますので、あっち側でまずね、処理をするといいと思います。はい。えい。ウィザーはね、耐久力が。本当に優れてるんで、やられることはそうないと思います。うん、確かにポーションバリアはね、入っちゃないんだけど、これ。いりません。で、弱点が出たら、ドラとアップクラフトの章を使いつつ、通常攻撃ですね。これでも一気に減らせると思います。よし。OK。TNT、まあそんな使わないけど、よし。とにかくね、こいつは長いのよ。倒すの時間はかかっちゃいます。
前かどっかでハーベスターがあったんだよね。ハーベスターも使えば、まあもう少しはね早く倒せると、うん、でも劇的に早くは難しいかな今回。うん、劇的に早い倒し方っていうのがあれば何かコメントください。いや今回ちょっと難しいと思うけどね、むちゃくちゃ早く倒すのは危ない。よし、前はねこれ無敵時間っていうのがなかったんで、もう直接ね攻撃していって倒してたんだけど、あん時が楽でよかったけど本当にめんどくさくなった。危ない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 。よし、はいはいはい、火属性いい感じだよ。よいしょ、OK、いきます。あーし、で次だね、次で倒せます。よし、はい来い。いや長い、とにかく長い。こんなに複雑な戦いにしなくていいよ。よし、あとこっちで終わりだね。火力が低いやつだったらこれしてもう一回ね、叩かないといかなきゃいけないんだけど、火力が高いこれだったらばいける。よし、逃げました。最後の一押しがね可能なのでこれでいいですね。長い、次行きます。キノコ取ってください。キノコを使えばまあまあまあハンマーがものすごくね攻撃速度上がっていいですね。行くぞ。いいね。でもこの冬のステージはねあんまり出てほしくないんだよね。冬のステージはめんどくさいんで極力出さないでほしい。うん、もう夏になるんだから冬のステージはいいよ。もう海のステージばっかりにしてもらって構いませんよ。よし、あれまだいる？いた。ここかい。12回クリアでーす。ここ。あ、これだ。ハープーンです。ハープーンを取ってください。乱射じゃなくて、ハープーンですね。あまりね、弓使わないので、ハープーンの方がいいと思います。エンチャントで、長弾を2ですね。これだけでいいです。うん。長弾2、40% の確率ですね。これだけ入ってれば、十分です。あとはいらない。で、戦っていきましょう。これ、最後の最後に、ネクロマンサーがここに湧きますので、まあ、それを一気に、まあ、タワーレースもね、一緒に出るっていうね。一気に、アップドラフトの章と、ドラを使って潰すといいですね。いけ。OK。で、エンダーマイトを、あと一回倒しておしまいですね。はいはいはい、13回クリア。ここで折り返しか。報酬何もいりません。ここも問題はないと思います。うん、難しくないのでサクッとクリアしちゃってください。このハンマーで一気に倒せるからいいよね。うん、どこ行く、もう、めんどくさい、あいつ。よし。はい。めんどくさい敵もね。そんないないし。行くぞ！はいはいはい。できればね、キノコをね、常時使っていける感じにしたいんだけども、まあ、このパワーでは難しいですね。ここは難しい。でもまあ、うん、最使用時間残り5秒っていうところなんで5秒待てば使えるんで大丈夫ですね。
14回クリア。ここ怒りいりません。怒りだとソロだとねちょっと道中がめんどくさくなるのよ。なので怒りは来らずに行きます。うん、あのマルチプレイだったら怒り結構いいと思うんだけども、あやべえ、うん、ソロの時はあんまおすすめしないですね。やっば、クモの巣やたらかかるな。じゃあでもやられることはない。よし、あでもこれで倒したでしょ。やたら氷に当たるな今日。ここでアーティファクトを変えます。バジーネストです。森の矢筒でもいいんだけどもバジーネストの方がいい感じだった。ぜひ使ってみてください。でここでウィザーアーマーを上げていきましょう。ウィザーアーマーですね。武器は、もう交換しますので鎧の方がいいですね。でここ、バジーネストを置いてまずは鍵を取りに行きましょう。バジーネストがねうまいことをある程度処理してくれるので戻ってきた頃には、いい感じになってます。うん、タイミングが今回悪いな。よし行きまーす。でここハープーンがねいい感じです。ここハープーンがねすげえいい感じなのよ。じゃいいんじゃない。あれあいった、ちょっと待って。自分がしたやつに当たっちゃった。まあね、トライデント使うときには注意してください。投げた後にね雷がドカーンくるんでね。ここ何もいりません。取らずに行ってください。でエンチャント別に入れていっていいですよ。どうせ次で変えるので適当に入れていっても大丈夫です。まあ入れなくても全然勝てるとは思うんですけども、うんうん、まあまあ一応入れた方がいいか、もったいないし、あんまりね変わりはそんなにしないです。ここまで変わんないけどね。 OK、 ここ敵の、特にトライデント投げてくるゾンビあいつの攻撃は若干痛いので一応注意してください。で海の中なのでハープーンがいい感じです。しゃあ18回クリア。ここでボーンクラブを取りましょう。ボーンクラブを最後まで使っていきます。エンチャントですけどもエイリ3、そして痛みサイクルを3と追い打ち3、もう全部3ですね。うん、まあ、途中で何かミスったりするとエンチャントが1個、2になるかもしれないですけども、まあ、とりあえず333入れれます。痛みサイクルが、とにかく強いで普通ではちょっと使いにくいんだけどもウィザーのアーマーだったらば痛みサイクルが全然使えます。ぜひ使ってみてください。ナイス、あのダメージよ。キュン減ったでしょ、キュンキュンって言ったでしょ、あれが強い。でここベッグスと8変えてください。いきましょう。でここがめんどくさい敵が結構多いです。うん、まあうまいこと、このベッグスがねよしターゲットになってくれますし、危ない危ない、もう、あすいませんね、ちょっと待って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 、よし危ない、もうやられるとこやった。よし、痛みはね普通に使うと結構危険なんだけどもウィザーと一緒に合わせると全然大丈夫です。 HP そんな減りません。ここバーストクロスボウ取っていきましょう。まあそんなには使わないけどね、
そんなには使わないけども、一応取ってください。追い打ちとテンポセット。この二つだけで十分です。オッケー。で、ここ敵とにかく湧きます。めちゃめちゃ湧く。うん。敵の倒す順番なんかは注意しておいてください。まずはエンチャンター。で、そして、ジオマンサーだね。うん。そいつらを優先的に倒すように、心がけてください。うん、気をつけてるだけで全然違いますからね。 OK、 いいね。やっぱソロでね、よし、怒りを使っていったときにちょっとここがね、もたもたするのよね。で、これで、ね、ボーンクラブに変えたところだいぶいい感じになったので、今回は俺はボーンクラブを押しますね。はい。で、ここでベグストパワーシェイカーを変えていきます。いいね。まあ、ベグスでもいいとは思うんですけども、パワーシェイカーがあるとボスなんかが楽になりますし、いいんじゃないですか。じゃあ、凍結になるとどうしてもめんどくさい。ね、テンポセットがあるのでね、動きを速くするためにもたまに打っていくといいですね。若干なりと動きは速くなるんで。よっしゃ、いった、終わり。はい、次行きましょう。報酬何もいりません。んで、ここクリーパー結構出ます。一応注意してください。うん、まあ殴れば一発で倒せるので、まあ、不意に出てこない限り、まあ大丈夫だとは思いますけどね。うん。まあ、危ないと思ったら、弓を撃って、なんとかしてください。普通に殴るよりも弓で攻撃した方が、まあ、若干早いんでね。はいはい。終わりかな？あ、まだか。結構長かった。よし。はい、23回。おしまいです。報酬何もいりません。んで、ユニーク職人で、ボーンクラブを骨のコンボに変えていきましょう。とにかくね、やっぱこれ強いんだ。タワーでは特にね、重宝すると思います。あお、よしよし、いいね。ウィザーとの相性がやっぱいいもんね。火力が高いんで一気に回復するんで、うん、痛みがついてても全然なんてことない。いや、むしろ回復するのか、痛みついてたとしても。素晴らしいね。よし、いくぞ。お、生き残ってるね。えい、いい感じ。あと上かな、あと上に2人いたらしまいか。まだこの奥か。はい、25回クリアです。ここでコグクロスボウです。取っていってください。で、エンチャントで火属性、そして毒の雲ですね、入れておいてください。これでエンチャントは完成です。他は別にいらないね。こんな感じです。火属性毒の雲、クールダウンで、鋭利追い打ち、痛みサイクルですね。まあ、このウィザーアーマーにトゲを入れても、まあ腐りはしないですね。入れても OK です。まあ、若干なるとね、火力にはなるんで。えい、はい、いいね、強いね、素晴らしい。よし、
オッケー。あとは下の方にちょっといるのかな。はいはいはい。あ、よし、いいね。終わりだ。26回くらいクリア。クラってなんだ。クリア。ボス行きましょう。何もいりません。まあ、残ってるんで一応ね、焦げ入れちゃっときましょうか。あー、痛みサイクルが、あと2発か。まあいいや。ナイス。いい感じに受け止めてる俺。いい感じ。どうだ。あー、ダメだった。あそこでね、弱点露出させれば完璧だったんだけどな。どうだ。あ、固まるなって。よし、終わり。はい、終わり。完璧です。よし、はい、27回クリア。お、意外と早かったぞ。26分ぐらいで来れましたね。では報酬見て終わります。どうだ。爆発、重力、全部いりません。はい、ということでこんな感じです。今回も頑張っていきましょう。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。